枚目だよ。え？え？上がってたっぽかった。1回だけ。ブー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 。ほんとだ。しかもブーって言ったもん。ポセイドンとゼウスって一緒なの？一緒じゃないっすよ。だってポセイドンも継続するだけじゃん。おっと、うわー本当です。でも正解 25% でできた。本当です。ビッグレギュラーですね。すごい。1122、遠かった。天井までは行かなかった。あー、天井近くまで行っちゃったから、ここは頑張りたい。大丈夫かな。あと2ゲーム。31。さあ次で、ラストです。ラストで私勝ったこと何回もあるから、せーの、いやー、やっぱりやっぱりそんな気はしてたよ。あー、ここまで頑張ったのに、ここまで頑張ったのに。とりあえず置き時計、多分は置き時計に返しますよ。何も起きないな。もう光るしかないから、光らなかったら何も起きないもんな。ちょっとどうしよう。ゴッド開いてないし、他の台となると朝一言った北とかバジか窓巻きかってなっちゃうんですよね。それか裏の戦国乙女なんですけど、もうダメですよこれ。どうしよう。何これ、何してるの。違う、もう、いや何も、いや当たるかなと思ったんですよ。32ゲームちょっと過ぎたあたりで凱旋見に行ったんですけど、開いてなくて。開いてないよ。そう、開いてなくてどうしようってやって、じゃあとりあえず置き多分は置き時に返そうかなと思って、当たらず終わり。新聞見ますか。見た方がいい。見直した方がいい。昨日、戦国乙女もね。いや、もう意味ないじゃん。ほぼ回ってんだから、もう意味ないよ。全然見れる。大当たり返ったら、データ変わったら見れば見えば分かるから。そうなんですよね。新聞は朝一の情報なんですね。今見てもね、まあ、どこに何があるかっていうおさらいだけ。ちょっとどうしよう。ちょっとだけ店内見ていいですか。あ、本当に飽きないない。マジめっちゃ出てるし。マジ開いてないし、やばい。6回スルーしてるから。あ、違う4回だ。当たりもスルーした方が上がってるかなみたいな、そういう感じでちょっと打ってみます。結局負けちゃうならトロピカルで負けたいということで、ここで頑張りたいと思います。はい、移動しました。置き時トロピカルです。ちょっと店内ぐるっと見たんですけど、空いてるのが北斗2台、あと戦国乙女、あと本当にリアルに空いてなかった。バジじゃなくてジャグラーが
ほんの少し空いてるけどちょっとまだ時ではないなと思ったので、でいろいろ考えたんですけど、やっぱり枚数出さなきゃいけないから冒険しないとなと思って、ならばやっぱりオキドキトロピカルかなと思いまして、おーとと今嬉しい222ゲームえ嬉しい、えマジ嬉しい、レギュラーですけどもちろん当たりました、嬉しい、え嬉しい、さっきと全然違う、すぐ当たった、嬉しい、マジで嬉しい。でもねこれ20ゲームで終わっちゃう、イラスト1ゲーム、あリプレイか、さあこっから32ゲームいきますよ、これ連チャンしそうな気がする、ほら当たった、絶対来ると思ったのよ、よし8ゲーム、8ゲームピック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 、あーレギュラーだ、混ぜていいよ、嬉しい嬉しい、いけるって信じてた、これラスト1ゲーム終わり、109枚出ましたよ、続けていきましょう、せっかく連チャンしてくれそうな感じなんだよ今、1枚ですら、おー初めて、2回目、おーいおーい、ダメっすね、頑張るよ念願の、初めましてステイ、違った、お自分が思い描いてた、とりあえずよかった、うん、扉来い扉、お扉来い扉、この間3時間ぐらいで3回出たから、あ出ただけだけど、286、289、おう、はあはあはあ、ジャグラーですね、もうなけなしのコインを持って、ちょっと今までほとんど負けなしだったんですけど、まさかの最終回で何の見せ場もほぼないみたいなね、まあ、Gストップで当たっただけマシか、でも2人合わせてね1200枚ぐらいないとゲームにすら多分挑戦できないですよ、チャンスチャンス、お願い当たって、お願い、おお当たった
ック、ビッグ、レギュラーかー、3連続レギュラーです。花ちゃんじゃない、花ちゃんランプ点灯させたいんですけどね、全然こいちょ。これでラスト、いやー頼む、もう一回頑張りたいと思います。いけるかな、本当にラストチャンス、ラスト1ゲーム、せーの、あいダメ、あーレギュラー3回だった、どうしようかな、この値玉を持ってどこかに移動するか、これを続行させるか、お当たった、やったー、嬉しい、40ゲームマジ、やっぱりだけど、また連チャンしてくれないかな、これでラスト、さあここから連チャンできるかな、お4ゲーム、そうですね、ピック欲しいとこですね、ピック、初ビッグいただきました、だいぶ嬉しい、イエーイ、嬉しい、初ビッグだ、こういう手玉の方もゆとりができますね。でマイさんと半分こで560枚ぐらいずつは出しとレシートを流さないと万枚チャレンジができないんで、万枚じゃない100万枚チャレンジかミリオンチャレンジができなくなっちゃうから600枚ぐらいを出したいな。起きとろ、ここですか、1回スルーしてますね、これ5回目で5回スルー、4回スルーしてるのを打って連チャンしてって感じ、あーこれまあ初めて言ったことないけど、これは何、これは連チャン終わって、うわやばいね、どうだろう、ゴッドどうでした、ダメ、ゼウスだったんじゃないんですか、500枚終わった、あらでも今出玉500枚ぐらいあるってことですね、ない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 、私もまだ300、200枚ぐらいしかない、やばいやばいやばいだいぶやばい、もう一勝負、そうですね、どうしよう、これだいたいレギュラーなんですよ、最初レギュラーだと60枚ぐらいしか取れないんですよつらいわ1の10だよ、1の10 1の10やばいねこっからなんで頑張ります、台がないからさ、そうなんですよね、ジャグラーはまだ、そう空き台がないんですよね、そうなんですよ、終わり253枚トータル、お願いします、もう一丁、もう一回ビッグ欲しい、さあ行きましょう、移動してよかったー、うわー嬉しいよー、やったー、じゃあ天国に行ってます、嬉しい、もう楽しい時間じゃないですか、こっから、早っ、こっからですから、
まあ、鼻光るだけですからね。あとはここ、これを70ゲームを待ってなきゃいけないと。これを堪能してください、この光を。 なかなかこんなに長いこと光を見てられないんですから。でも前回の山手線は正直余裕でした。え、余裕じゃない。今までの中では一番簡単です。いやでも菅も出なかったな。菅も出なかったですね。舞さんが思い出してくれなかったら失敗してましたよ。菅もと秋葉原が出てこない。そう、秋葉原も出なかったの。秋葉原めっちゃ行くのに。全然あかんやん。え？いや、開いてないの。もうこれでいいや。これでいい。もう全然開いてないし、すんげーハマってるし、どの台も。いや、今月は荒いな、私。メリハリ半端ない。5万負けるか5万勝つかのどっちかだもん。そう、でも今の私には関係ないかもしれない。2500回転回って、そう18だから200ぐらい。200はまずくない？200まずいわ。150ぐらい。1じゃん。買っちゃいましたけど、ファンファーレが鳴りました。なになになに、聞こえてたでしょ。聞こえてた、でも決まりかなと。違う違う、さっきファンファーレ、イエーイ、よかった、47枚プラスされました。なんでですか、なんでそうなんですか。お、当たった。92ゲーム、まあ、レギュラーっすよ。これはレギュラーっすね。レギュラー先輩っすね。 100% 本当に先輩レギュラーでした。あ、来ました。お願いします。10回いくよ、マイ様。いいやつが来て。でもこれ前のめくるめくんないんじゃないかな。もう決まってるから。10枚からお願いしますよ。うわー、もうここから詰まるじゃん。出たー。